とりあえず鍋買います。これがなければ始まらない。肉もスープもこれ一つ。これがなければ始まらないっていうものを今買った。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで秋の月1日1日目やね。うわー、すっかり秋、もう作物がない。お？ん？ブラスさん？何してるんだ？なんか急いどったね。追いかけよう。あれ？秋の雰囲気結構いいね。帰って行ったのか。でもあの急ぎ方怪しいな。ちょっと見てみようかな。お前の方が怪しいわ。あ、ドラえもん。のび太くん。ドラえもん。どうしたんだい？鍛冶屋の前で立ち止まって。さっき牧場でブラスを見かけて、慌てて走っていくから怪しくて。なるほど。それは気になるね。僕も行くよ。何しに。よーし。何あれ、秘密道具じゃない多分。さてと、これはどうやって使うんだ、何してるの、のび太。ねえ。何してるの、驚きすぎ。これ拾ったんだ。それは発明家。俺が発明家だって？いやいや、そこまでじゃないけどね。違う。それが秘密道具なんだよ。秘密道具っていうな。そう、これが秘密なんだ。話が通じない。そりゃ秘密道具なんて言っても通じないよね。それでね。おい、見ろよ、のび太。欲しい道具を注文すると設計図が出てくるぞ。これがあれば。父さんだって勝てる。おい、ブラス、うるせえぞ。父さん。うわ、取り上げられた。返せよ。なんだこの機械。この設計図はなんだ。俺が書いたんだよ。返せよ。お前がこんなの書けるわけないだろ。ほほう、わかったぞ。これに秘密があるんだな。そうそう、それが秘密道具。ほんほん、これがこうでこうで。使ってる。ほう、こりゃ便利だ。これがありゃ鍛冶屋の仕事もはかどるぜ。それ俺のだぞ。違う。いやいや、それは僕ので。俺に逆らうってのか。ジャイアンみたいだ。はあ、どこ行くんだよ。散歩だよ。いや、返せ。それでですね、その道具は僕ので。そうだったのか。それじゃあちょっと借りるぞ。困るよ。何が困るもんか。これさえあればお前の牧場に役立つものだって作ってやれるんだぞ。それはありだな。いや、帰る方を優先しよう。まあ発明家がいるんかどうかは分からんけど。そうだろう。お、早速いいもの思いついたぞ。材料と代金があれば作ってやるからな。ありがとうじゃねえわ。得した気分だね。お前はな。やれ。秘密道具を返してもらっていれば好きなものを作れたかもしれないのに。そう、でも何、自分でも作れるの？設計図が出てくるだけじゃなくて。でもね。あ、でも、作るための秘密道具もあるんかな、ドラえもんなら。まあ、のび太くんじゃ、ろくなこと思いつかないだろうから、よかったと言えばよかったけど。逃げた。初めて発明家を手に入れた。手に入れたことになるのか。手に入れたことになるんですか、あれは一応。ちょっとよくわからないけれど。あ、でも、何かしら、鍛冶屋でできることが増えたっていうことなのかな？これ新し、飛んでった。まあ、何かしら新しいことが、多分鍛冶屋でできるようになったってことやろうけん。じゃ、鍛冶屋のオープンまで。何時だ？10時からやね。今日は開店してる、オッケー。よし。寝ます。はい、オッケー。開きっぱなしやん、家。どうも。おう、よく来たな。ほら、何か作ってやろうか？何が作れるようになったん？
メーカーを買う？あ、これが作れるようになったってこと？種メーカー、作物から種を作ることができる機械、入れた作物と同じ品質の種が作られる。作物を入れると種が3個出てくる。へぇー。こっちは製粉機、粉を作ることができる機械。小麦粉や鶏の餌を自分で作ることができる。へぇー。まあ、どっちも材料足りんけどね。でもそういうことができるようになったっぽいね。なんだ、何も買わないのか？まあ、また来いよ。来ます。ぜひとも来ます。今日何のイベントもなかったよね、1日って。1日は何もない。3日になると、女神祭。女神様を称えるお祭り、広場でダンスが行われる。それはあれなんかな？本人、女神様本人は参加するんかな？とりあえず、木曜開店してるね。15時から。よし。寝よ。寝ます。はい、そしておはよう。種を。なんで開かないんすか？え、開、え、あ、木曜日。唯一の定休日じゃねえか。唯一の定休日じゃねえか。え、つらーい。ねえ、つらいよ。ブルさん。やあやあ。じゃあちょっと鶏たちのお世話でもしますかね。とりあえず鶏と、うちのワンコのお世話をしましょう。いや。よしよし。よいしょ。卵ゲット。はい、そして。あ、間違えた。違う。餌をあげようとしたの。はい。どうぞ。のび太さん頑張ってる？晴れだと気持ちよく牧場のお手入れができそうね。牧場、あ、待って。あ、おやつが切れた。おやつが切れたよ、ちょっと。買いに行っておこう。きっちりと。あれ、ドラえもんさっきまで向こうおらんかった。はい、それじゃあ。え、もしかして出ていくの？やめてよ、私今から買い物しようと思ったのに。ああ、誰もいない、つら。もしかしてもう閉店？15時まで。なんてこったい。まあ、でも一応今日の分はあるけん、よしとしようか。今日の分はあるから。じゃあ、とりあえず、またキッチン周りの用品でも揃えようかな。まあ、秋になったら涼しくなってくるよね。いい感じに。お邪魔します。まだ開店時間じゃない？もしかして。ちょっと待って、何時から？18時から。ほ。よし、18時まで寝ます。よっと。暗。あ、めっちゃ曇っとるし。どうもー。そして、お買い物をしに来ました、私。とりあえず、調理器具を。まあ、全部揃えたいよね。お鍋、泡立て器、綿棒。とりあえず、鍋買います？これがなければ始まらない。煮込みもスープもこれ一つ。これがなければ始まらないっていうものを今買った。今やっと買った。もうこれ全部買っとこよ。泡立て器。リズムに乗って混ぜ混ぜしよう。料理がついつい楽しくなる。で、綿棒ね。生地を伸ばすときに使う道具。いろんな料理を作ってみよう。ありがとう。また来てね。もぐもぐ。さ、これで全部。え？人参？持ってないよ。ヒラメをあげるから文句ないだろ。文句あります。せっかく僕が頭を下げてるのに、のび太のくせに生意気だぞ。どこの世界に行っても変わらねえな。ジャイアンみたいにいいやつになれよ。いや、ジャイアンがいいやつになるのはあれか。映画の時だけか。でもこういう特殊な時にもきっと、いやでも今まで散々別にそんなにいいやつでもないな。この作品の中で。さあ、それじゃあ、
どんな感じになったかな。うわぁ、めっちゃ充実しとるやん。超いいやん。ね、これお鍋でさ、ゆで卵できるんじゃない？あ、レシピじゃない。もうほら、のび太の家の台所とは思えん。はい、卵とお鍋できっとできるはず。でも卵とフライパンでできんかったけんな。でも卵と鍋があったらできるよね。卵とフライパンやったら、あとなんか油とかがもしかしたら必要なんかもしれんけど。これで、いけ！ゆで卵ができると私は予想している。なんでできてないねん。どういうことよ。お水はお水って必要とかそういう。違うよね。どういうことなの？なぜできないの？私にも料理をさせてよ。私にも料理をさせてください。つらー。くっそ、まずそうな料理を出さなくては。よいしょ。よかったー。今回は食べんかった。また倒れても困るけんね。超困るけんね。やっほー。もうちょっとで女神祭があるよ、女神祭。あれやね、讃えられるね。ビーナも参加するんかな？本人やけど。そして動物たちの機嫌を取りに行く。クマー。クマやーい。てか今暗いけんさ、なんかよく見えんね。もうちょっと。もうちょっとさ、明かりが多くてもいいと思うよ。なんなら木とかに、ランプつけててもいいと思うよ。私は。待って、マジ、これもしかしてさ、この尋ね人ステッキっていうのは、動物にも使えたりする？あ、使える。クマはどこですかね？え、こっち？ああ、おるやん。めっちゃ、違う、そんな何回も見せてくれなくていいよ。今日は風が涼しくて気持ちがいいね。あ、クマと仲良くなった。やったやったよ。なんか有効度上がるの早いね。そんな早いっけ。そしてお猿さんも一応なんか仲良くなったっていう表示は星じゃないわ、ハートが2つまでなったらなんかスタンプが押されるっていうのを聞いたんやけど、もう二つにもなったんか。早いっすね。そして猿はいつも、熊よりも小さいのに、速攻で見つける。あ、ちょっと待って、鶏しまっておこう。はい、中で餌もちゃんと食べてね。よいしょ。はい、ということで、台所周りもね、充実してきたし、あとは、次はレシピを揃えていきたいね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、今後私がきちんと料理を作れることはあるのだろうか。全くわからないんですけど、やっぱレシピは大事なのか。